はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、エジプトの、ご飯、エジプト飯の紹介ということです。8月にちょっと調査に行ってきて、その時に、食べたものをちょっとこう、並べてみたというだけなんですけどね。今日はですね、僕だけではあれなので、花さんに、感想、感想。感想質問、そのあたりを、聞くとしてもらいながらですね、紹介してみようと。まだ皆さん、エジプトのご飯ってイメージ湧かないと思うんですが、ね、エジプトの料理屋ってあんまないもんね。だからそういうのもあるので、ちょっとイメージを膨らませてもらおうかなと思います。で、今回第1弾で、また第2弾もね、やろうかなと思いますので、よろしくお願いします。はい。願いということしまで、す。今映ってるものですけど、これ、何でしょうかね。わかりますかね。何かわかります？鳥っぽいあ、そうそう。ですね。鳥なんですよ、きっと。きっとそうそう。は。実はね、よく似た料理のやり方があって、鶏で、まあまあ、付け合わせはね、この、まあ、なんやろ、唐辛子なんですけどね。ライスがあって、意外とエジプトお米食べるんですよね。で、チキンの、グリルドチキンになってたと思うんですけど、メニューとしては。すごく美味しかったです。味付けが。味付け、味付けが。どういう感じの味付けなんですか？まあ、ニンニクベースかな、基本的には。ニンニクベース。ニンニクベースの、ソースがかかってるやつで、まあ、これはホテルの料理なんで、ちょっと洗練されてなるほど。ちょっとおしゃれおしゃな。れです、おしゃれなるほど、なるです。ほど。これはノボテル、帰りましたね。ノボテルでホテルの、ものですけどね。ちょっと最初ね、いろいろやることがあって、ホテルに泊まったんです。そこで、まあ、角堂先生と一緒に食事をしたということになりますね。だからまあ、間違いない。安かったですよ。これいくらぐらいですか？1500円ぐらいかな。ホテルの料理としては安いよ。ああ、確かホに。テルの料理そうとしですては安い。これとビール飲んでますから。ね。あ、そっか、飲そみう。物も入っ入って1500て、円。あ、それぐらいですね。そう考えると安いそうです。ですね。という飲み物で。ああ、こういう飲み物。これこれあんは、まり見たことないですよね。サッカラ。サッカラビールでサすッか？カラビールですね。エへジプトは、ステラっていえ。ステラはう。よ昔から。く先生方が出張行かれる際そうとかそう。乗っけてるイよくメージあね、りあまるんすですけけど。ど、サッカラは比較的新しくて、でももう15年とか20年前からあるかな。美味しいといえば美味しいかな。僕はステラの方があっさりして好きなんですけど、ステラがなかったんですね。売り切れたみたいで、ああ、なるほど。サッカラにしました。まあ、瓶のビールなんで、なんか美味しそうに見えますけど、階段ピラミッドが。なんかいいなって思いま した。まあなんね。かステラよりこっちの方がこう記念になる感じはあビりジュまアすル的ね。にはビね。ジュアル的には。これの T シャツとかって買いますよね。ああ、欲しいですね。その気するといつも考えないのかな。初日からもビールを飲んでましたね。まあ、現場に行くと飲めないので、アルコールはね、砂漠の真ん中のホテルなので、アルコールは出ないので、ああ、なるほど、そういう理由なんそでれすもあって、ね。最後に、飲んでから行こうかなって話でしたね。そうそう、ちゃんとこのほら、あるじゃないですか、消毒液があって。コロナの影響がエジプトにもちゃんと消毒液が置いあてるあんでするんよ。ですね。一応ね、置いてあることは置いてある。使いますけど。ただまあ、あんまりマスクはね、してる人はあんまりいないですね。日本だけかな。マスクしてるのは日本人と中国人。だけです。まあ、ホテルのスタッフもやってますけど、見えないところでは外してます。これもね、ホテル2日目の夜のご飯です。よく似てる人だけのやつ。あ、確かに。これはですね、子牛です。子牛。子牛の肉になってます。ちょっとだけなら高かったけど、まあでも、ホテルの料理にしては安かったですね。美味しかったし。パプリカですか？トマト？トマト煮みたいあ、トマトですね、これね。な。あ焼きですね。インテリアも焼いてる感じかな。ちょっとアンチョビソース的なもんですね。なるほど。そんそれなで感そじ。のちょっと左側のが黒焦げてるのがそう多分アそう。ンチョそうやビ。と思います。なるほど。そこそこ美味しかったですね。僕は鶏の方が好きでしたけどね。こういうの食べて。子牛だと硬そうなイメージありますけど、食感とか普通に美味しいですか？ちょっと硬かった。ちょっと硬め。まあ、硬いってところが、まあ、鶏がね、硬くないので。めちゃくちゃね、鶏美味しいんですよね。まあ、こっちが高いけども、やっぱり鶏の方がいいかなと思って。次行ったら、まあ、鶏にしようかなと。まあ、ホテルにこれから泊まるかどうかわかりませんけど。空港に近いホテルだったんですよ。いろいろと、後から来る先生待ったりなんかしてたので、泊まってましたけどね。まあ、ゆっくりできました。お金かかるけどね。と、これ。ホテルの、このケーキ。そのホテルの、まあ、ロビーの近くにケーキ屋さんが出店があって、すごいでしょ。カラフルでしょ。すごい。味はわかんないけど。
あのアメリカとかの奇抜な色っていうよりはまだ食べやすそうな感じですけど、うんうん、甘そうな甘そう、多分甘いんやろね、色をしてますね、うん、買おうかなと思ったんですけどね、帰れなかったかな、まだ調査行く前で仕事始まる前だったんでちょっとね指定して、うん、買いませんでしたけど、でも美味しそうだったな、え、美味しそうですね、うん、十分あの日本でもビジュアル的にはね買えそうなもんですね、なんかすごい綺麗なあの右端の、うん、チョコレート系タルトですかね、これとか右端、そう、それとかあと左端、ね、あ、こっちかこの辺ね、美味しそうね、同じようなこう頂上になってますけど、はいはい、間違いない味の気がするけどね、なんか綺麗な、うん、なんか思ったより綺麗な、そう、やっぱ屋台のあのイメージがすごいので、はいはい、こういうホールケーキとかあるのかなっていう、うん、ちょっと不思議だったんですけど、意外とケーキ文化なんですよ、お菓子とかね、うん、なんかあとは親に持っていったりする、クッキーとかとか、うん、そうそう、クッキーとか、あのね、アラブ菓子とか持っていきますね、うん。そういう社会なんで、やっぱりお土産として使うのかな。あ、まあまあ、次行くことやると食べようかなと思いますけどね。なかなかね、時間がなくて。これ、朝ごはんシリーズですね。あ、こっちがそのカイロ市内のホテル。だからちょっと、このパンがいいでしょ。クロワッサン、チョコレートクロワッサン、チョコドーナツ的な。これ日本でも美味しそうな。美味しそうですね。ね、で、まあ、この辺はね、エジプトのとこでもそうですけど、オムレツ焼いてもらって、ね、まあ、ソーセージがあって、うん、まあ、ブリュードトマトが出たような感じですかね。うん、で、まあ、我々が泊まって宿舎のホテルの朝ごはんこんなんです。あ、ね、まあ、オムレツがあって、頼みばね、うん、あと、まあ、いろいろ、ジャムとか、野菜とか、ヨーグルト。ヨーグルトは必ず出るかな。うん、ヨーグルトと、これ、蜂蜜ね。蜂蜜、ね、これがジャムで、イチジクのジャム。ね、美味しいですよ。美味しそうですね。うん。エジプトってヨーグルトとか乳製品は美味しいんですか？美味しいですね。うん。まあ、エジプト作ってるかとか知りませんけど、でも、作ってるのかな？なんか、ヨーロッパで見るようなメーカーのやつがいっぱい並んだりしますけど。でも、やっぱり体調を考えたらヨーグルトは飲んだ方がいい、食べた方がいいのかなっていう気がするね。それでまあ、いつも食べるようにしてますけどね。うん。と思ったより健康的というか。そう。健康的でしょ？野菜がこんないっぱいあってね。うん、あそこ、野菜、ヨーグルト、チーズ、トマトでしょ。うん。ね、そうバランス取れてて、これが蜂蜜だもんね。うん、これがそうですか、ね。そんなたっぷり。たっぷりつけて食べるような。パンにつけて食べると。そうね、これぐらいならちょうどいいかな。うん、朝から、まあ、いろいろ思いのも大変ですけど、食べないとね、仕事できないし、うん、そういうこともあって、ちゃんとしたメニュー出てくるなと思いますね。大体もう毎日こんなんですよ。これまではテイクアウトですね。テイクアウト、テイクアウト。ちょっとこれは他の仕事で、テレビ局の仕事をした時に、テイクアウトで見ると、これコフターですね。ミンチの肉のやつ。ちょっとよく見ればわかるんですけど、はいはいはい、これチキンの足ですね。なるほど。そういう肉セット。肉定食にご飯ついてるってやつ。ご飯、そうなんですよ。すごい美味しかったんですけどね。ちょっとすぐ仕事があったんで、もう半分しか食べれなかったんですよ。忙しくて。残念ですけどね。美味しそうですね。もしもし、間違いなく。うん、美味しいです。だいたいこう、茶色い色も美味しい。ああ、なるほど。ビタミン足りないかもしれない。どこでもそうですけどね。うん、なんかエジプトテイクアウトもいいですよ。屋台とかで食べたりするのもあるし。それはコロナ前から？うん、ずっとですよ。昔から。昔から。うん、だから本当にファストフード的なものいっぱいあるので、本当はそういうの紹介したいんだけど、うん、ちょっとね、ホテルから出ても何もないので、ああ、なるほど。カイロ市内を歩くようなね、その仕事ならいいんだけど、あ、ちょっとね、田舎なんでね、難しいんですよ。結局ホテルの食事ばっかりになっちゃうのね。写真撮ってもね。これはまあ、その、調査入る前日かなに、コシャリアに行ってきました。コシャリア、ね。おしゃれな、ね。おしゃれな、そうそう。有名なカイロ市内のチェーン店ですけどね。まあまあ、誰もが、エジプトでは誰もが知るような、ものです。食べ物もそうだし、店もそうだった。これ4階か5階建てなんですよ。だから、階段で降りてきてる人が。そうそうそう。そうそう。ビルなんですか？ビルみたいな感じ。うん、これも、もっと上にもあるのか、うん。いつもこの辺で、下から前になる。基本的にはテイクアウトじゃないですか、これ。ああ、そうですね。ファストフードの、うん、テイクアウトの人がいっぱい並んでて、うん、ゆっくり食べる人が、ね、下から、空いてるとこ探して上に上がっていく。ね、で見つかったので座ってるという感じですね。まあ、くしゃり食べたことありますもんね。そうですね。ねただ、本場のは、本場のはね、一切食べたことないです。コーピーさんだけですね。コーピーさんとあと、ベルリンで、ドイツで一回食べました。珍しいよな。うん、まあ、愛知に行ったらね。まあ、チャンスあるでしょう、ね。どっかにツアーでも組んでもらいましょう。ね、エジプト、駒大の学生だけのツアーとか探して作ってもらおうかなと思いますね。
まあ、このコシャリについてはまたコシャリのコンテンツがあるので、見てくださいと。YouTube チャンネルであります、ね。さて、これはよくある食事。これはあのホテルの、夕食か昼食かどっちかです。あの、パンがあって。このパンはあれですね、よく。よくあれです。NHK のドキュメンタリーとか。ああ、そうね。あれでしたっけ。くっつけて、膨れるやつ、ね。そうそう、膨れるやつですね。中に挟むやつですね。これはチキンですね。まあ、チキンは鉄板なんで。チキン。チキンですね。ね、ホテル今年からなんかこうなんか模様を描くようなやつが出てきて、ね。なんかハートが。ハートとかアイラブユーとか書いてくれてるんですよ。アイラブユーとか書いてくれてる。アイラブユーって書いてあるかな。まあ、どっか書いてくれてるかもしれません。ちょっと可愛い。おしゃれな。でもまあ、みんな男の人ばっかりなんですけどね、作ってるのは。なんか、ちょっとおしゃれになってきたなという気がするな。これが、チンチン食事で。失敗したくないときはチキンを頼むのがいいかな。エジプトではと思いますけど。これは朝ごはんのバリエーション。ね、まあ、パン、こんなパンもある、ね。一応これはトーストと呼ばれてトーストされないんだけど、ね、トーストされないんだけど、トーストを頼んだらこれが出てくる。ね、そんな感じ。ね、これが全粒粉ってことですか？そうじゃないですか。ちょっと黒パンっぽいよね。うん、美味しいですよ、うん。で、これはコロッケですね。豆のコロッケ。ファラフェルやったっけ。ね、そういうのもあったね。これもチーズ。だからこんな感じで。毎回だいたい一緒ですね。ちょっとずつなんかバリエーション変える。ですけど、美味しそうですね。うん、さっぱりしてていいですよ。本当にあの先ほど言いましたが、野菜美味しいので、きゅうりもトマトもすごく美味しいです。味はなんかエジプトの方がなんか野菜とか、そんな気する。味が濃いって、そんな気する。聞きますけど、やっぱ濃いです。濃いです。美味しい味がする。野菜の食べてる気がするし、うん、あんまりこんなやっぱ食べないんですけど、朝からね、当然。でも結構食べちゃう、ね。あ、先のやつか。チキン。だからチキンとこうスープと。ライスと、ええ。ライスの量すごいですね。多いね。なんかケーキワンホール分ぐらいのあの型で入って。うん、ね、これサラダなんですこれ。サラダもすごいんですよ。こんなサラダなんです。シーザーサラダ、シーザーサラダ。ええ、すごいです、ね。食べれない一人で。まあ水がついてて、コーラも。コーラも美味しい。何本も飲みますね。こんな状況。だいたいスープとメイン。これなんだこれ野菜炒めかな。あ、本当だ。ラブって書いてある、ね。ほら、入ってないよ。うんうん、これはラブなんか愛かもわかんないな。わかんないね。そうそう、こんなの。愛ラブですね。愛ラブで多分な。もうそうしね。こんなのできます。愛ラブ野菜ってことじゃないですか。そういうことね。よかった。言うやつとまずね。ちょっとあの、うん、ちょっと考えて食べないとまずね。まあ野菜セットね。サラダ、こんな感じサラダ入れて。まあこの青唐辛子はちょっと危険なんで、避けながら。かなり大きいですね。かなり大きいよ。うん。すごいよ、これは食べたらね。大変なことになるから。まあ、こういうレモンというかライムを絞って。ああ、なるほど、セルフで入れながら、うん。なんかドレッシングがかかってないんですよ。ああ。うん。なんか美味しかったですよ。うん、白いやつって何ですか？あ、これね、ごまのペーストです。ごま？うん。で、これはご飯にかけたり、パンにつけたりとか、あるいは、まあ、サラダでもいいけど、ちょっとディップして食べるような感じが多いかな。これは甘いんですか、うん、しょっぱいんですか？どっちでもないか。甘くはないだから。普通のごまのペーストです。特にこれになんか塩を入れたりとかしないと思います。本当にあの、ね、そんな感じ。あれですか、担々麺とかに入れる前のあのごまのペーストって売ってるじゃないですか。売ってますね。中華料理に。はいはい。本当にあの。あれに近いのかな。なんかもしかしてヨーグルトで割ってるのかな。だとこれ聞いておきます。確かにでもこれだけごまだけじゃないような気がするな。初めて見ました、ね。でもよく出てきます、こうしたらいいね。へぇ、うん、これはあの、エジプトで有名なビレルっていうやつ。ビレル。これ昔からあるノンアルコールビール。ビール、ね、ビールね。ビール、ね。ちょっとね、美味しくないんですよ。ちょっとなんか、妙な甘さがあって、ね。甘さがあるんですか、うん、日本でこうノンアルコールのビールとか飲んだことありますあります、ね。そこそこ美味しいじゃないですか。ビールっぽい。ビールっぽい。うん、これ全然ちゃんと苦味っていうか、うん、ちょっと薬臭い感じはありますけど。全然違うね。もっとなんか違うものです。違うでも甘くないものに近い。まあ、コーラがよりも甘くない。ね、そんな感じで、飲んだりしますね。ね、飲み物。特集と、シェイプスがあって、まああのザクロ味なかなかないので、でもねイギリスねよくわかんないけど、あシェイプスだからか、そういうことか、うん、いろいろあるんですけどこれが一番こう周りで人気でしたね、初めて見ました、うん、だから写真撮ったんですよ、なんか新作とかですかね、うん、新作なんかな、空港にも売ってたなこれ、ああ、うん、じゃあ結構人気なんですね、人気なんでしょう、うん、中東では人気なのかな、いろいろね。これはホテルのカプチーノです。おしゃれでしょ。おしゃれです。カプチーノをくださいとこれが出てくる。めちゃめちゃおしゃれ。もしかしたらカプチーノマシーンがあるのかな。ああ。まあどこでもあるからね。確かに。
うん、それでここで作って出してくれるのかな。値段わかりませんが、安いもんです。100円ならしないです。100円しないんですか。しない、うん、こんなちゃんとしてる。しないです、ね。お茶とか安いんですよ。これがまあ先ほどのコマのペーストですけど、メインディッシュ、ね、コフタと、チキンの串焼きですね、下を、ね、うんうん、まあご飯敷いてますけど、うん、サフランライスを見立てるのかな。サフランライスではないと思うけどね、安かったから、うんうん、これ一つはどうやろう、本当に700円ぐらいじゃないですか、全部合わせて。サラダとか、すごい安かったんですよ。すごいローカルな店で、あ、うん、外国人は行かないような店見つけたんで、あっこに行くって、吉祥寺の時を捨てて行ったんですけどね。ここが一番美味しかったかな。いや、うん、すごい美味しかったです。ね、いい感じです。でもこうやって角度変えてみると結構ボリューミーに。うん、あるある、だからお腹いっぱいになったもん。角度を先生お腹いっぱいだけど、ちょっと食べられなかったんですよ。でもお腹したら食べたもん、これ。へぇ、うん。多分まあ、水っぱらだよな。水飲みすぎや。まあまあ、これが一番今年は美味しかった。今年は今回。また今年は続きますけど。で、これがホテルのメニューなんです。こんなにあるんですか？うん、こんなにあるけど、これで朝昼晩選ばないといけないね。あ、ブレックファースト。そうそう。チョイスして。チョイス。だから、うん。朝起きたら、今日の昼ご飯何するって言われて、この中から選ぶんですよ。スープこれで、まあ、ドリンクこれで、例えばスープが、レンティルスープ、豆のスープで、うん、ドリンクは、まあ、ミネラルウォーターつけてください。あと、コーラね、とか言って。サラダ、さっきみたいにすごいサラダなんで、もうメインディッシュみたいなサラダなんで、めったに僕は頼まないですけど、うん。サラダディッシュも結構な量なんで、まあ、これライスとかね。フライドチキンのフライドチキンというか、フライドポテトとかなのかな。で、パスタはまた後でできますけど、パスタもいろいろあって、アラビアータもあれば、ペンネもあればね。そんな、ちゃんといろんな種類があるんですね。あるんですよ。いろんな種類って言ってたけどね。スパゲティ、ナポリタン、ね。ナポリタンがあるのがすごいな。ナポリタンって日本だけじゃないんですか？そう、だから絶対日本から輸入されたんですよ、これ。だから日本から輸入されたやつだと思いますね。誰か教えたんですよ。すごい感動的ですよね、うん。そうそう、初めて感動した。写真撮ったもん、これでね、うん。で、まあ、他にも出てくる。後でまだ出てきますね。で、メインディッシュ選んだやつ。2分の1グレードチキン。あ、うん、先ほど言ったやつ。ここにある。いろいろ肉料理がずっと並んでいくということになりますね。うんうん、まあ、なんか角堂先生は毎日ここから行くと食べていってるんですよ。ああ、上から順に。全部いけるはず。十分いけるはず、ね。そんな感じで食べてます、ね。ピザさ、ピザも写真載っけるの忘れたかな。ピザ、こんな大きいんですけどね。ピザ。ピザ忘れてた、最近ね。林先生が食べた。うん。そう、食べたやつ。動画で確か先生あげて。あげてました、あげてました。林先生ピザ結構好きで食べるんですよ。中いっぱい食べれないからピザにするってよくわかんないこと。林先生いっぱい。ピザなら大丈夫なんですかね。で、みんなで分けるんです。分けやすいからってことです。あ、ええ、なるほど。僕もみんなで食べるんでね。ピザマルゲリータからね。よくわかんない。ホットドッグピザとか。ソーセージピザ。わかんない。何やったかな。なんか、肉団子みたいなってやつやったかな。あ、うん、そうなんですね。これを見ながら、昼頼むじゃないですか。昼頼んだらすぐに夜の部分頼まれなくて、ね、うん。でもやっぱり飽きるんですね、この中ではね。あ、うん、それは難しいところやな。飽きちゃうのかな。これスパゲティ類ですね。あ、これが、すごい量。エッグフライドヌードルというよくわかんないですね。これが。エッグフライド。うん、多分ね、多分中華のそばをイメージしたもんだ。チャーメンとかをイメージしたもんだと思ってるのね。うん。あれ、シンガポールとかあの辺のやつを。なんか、あれですよね。うん、あの、エミレーツとか、それこそあの、石油系の飛行機乗ると、はいはい、こういう面、機内食で出てきます、ね。ああ、出るかな。そうか。そういうのイメージなのかな。なんかフライドヌードルって。そんな感じ、そんな感じ。うん。あんかけと一緒に。多分、そのイメージだと思う。あんまり味がしないですね。なんとなくイメージはつきましたね。うん、これがボロネーズ、ね。ああ、面白かったでしょ。だいぶ、うん、レベルが上がってた。レベルが、うん。これがスパニッシュライス、よくわかんないけどね。スパニッシュライスと言われてる。ご飯の上にミックスベジタブルが乗っかってる。わかんないけど、スパニッシュライスだし。これがあの、マッシュルームスープ。スープいろいろあるんですけど、マッシュルームスープは一番美味しかったかな。これがシーザーサラダ。あれ？さっき、なんか、最初の方で出てきたのと写真がまた、そう違う。違うんです。多分作る人が違うんでしょうね。作る人が違うと、ビジュアルも味も違う。違う。味もですか？そう。そこがまあ、不思議なレストラン。不思議なホテルなんですよ。お腹いっぱいになるんですよ。うん、食べ過ぎるとね、体調崩すから。考えないと。で、この、美味しいでしょ？普通の、そのスパゲッティでしょ？
なんか日本の普通にスパゲッティ屋さんというか、そういうところでも出てくる感じでしょ。綺麗な、そうそう、美味しそう。美味しいですよ。美味しい。思います。ね、畑のやつ、このフライド、エッグフライドとか、うん、これはあの煮込みなんです。ニミットボロ煮込みで、これエジプト料理の一つかな。へ、うん、これもそこそこ美味しいですよ。うん、はい、うん、美味しいかな。飽きる気はね、こんだけ量あったら多いんですよ。でこれチキンカレー。チキンカレー、チキンカレー人気でしたよ今回。へ、間違いない味やったな、うん、まあ日本のチキンカレーのイメージよりちょっと違うかもわからないけど、チキンのカレー人に近いかな。うん、ちょっと水分少なめというか、チキンメインな。そうね、チキンメインよね。そんな感じですね。うん、これがお腹痛の薬ね。あ誰かが食べね、あの、お腹壊したんでしょうね。エジプトの薬です。すごい、なんか、薬の色まで黄色っていう。うん、そうなんです。まあまあ、こんな感じでね、エジプトは過ごしてるんですけど。これちょっとあの、一時帰国の時に、酔った、カイルの、中華料理屋さん、北京、ね、北京というやつ。なんで北京なのか、日本語やなと思って。なるほど。ね、北京とか言わないね。そうそう、ちょっと、綺麗なところでしちゃうんですけど、美味しかったです。ちょっとボケてるな。これ、スーラータンです。ああ。ね、酸っぱいやつ。そうでもあるんです、ね、これ、すごく美味しかった。これ、オリンピックで。まあ、いろいろと、みんな頼んで、チャーハンとか、なんか炒め物とか、なんか揚げ物とか、たまん食べて。すごい。うん、まあまあ、一人2100円ぐらいだったんで、安い安い。この量でそうだった。うん。これはキムチらしいけどな。全然違ったけど。キムチをイメージしてる。ほう、キムチ風の何か、うん。なんかルックスがキムチ風だった。甘かった。甘いキャベツの炒め物みたいな感じです。そんな、いろんなの食べました。で、まあ、最後に何をしておきますけど、またこれを食べにですね、来週から行くと。今週か。あ、もう今週だ。今週からまた行って、10日ほど、過ごすということになります。まあ、どんな感じですか？イメージ的になんか、その料理っていうの。あ、でもそれこそコシャリとか、ファラフェルとか、エジプトっぽいものもあるけど、なんか、その他の日本人も食べてるような、例えばスパゲッティとかピザとか。確かに。まあ、それこそ中華料理とか、誰もが好きそうなやつね。まあ。エジプトもあるんだなっていうのは、なんかちょっとほっこりした。まあ、もちろんホテルのあれやけどね。ちょっとそんなにすごい高級なホテルじゃないけど、本当に料理なんで。あんまりローカルなやつは出しないよね。今度はローカルなご飯を食べて歩きたいなと思いますけどね。ぜひ。ね。見たいですね。見たいね。僕も食べたいけど、なかなかね、仕事してると無理なんですよ。またこのホテルのメニューを食べようかなと思います。これは食べたことない、スパゲティナポリタンとか次狙って。ナポリタン、ね、エジプトのナポリタンをぜひ。まだ食べたことないんで。もうこの3、4年、あのホテル行ってますけど食べたことないんで、誰も頼んだのね。頼んだのかなと思います。はい。ではですね、今日はこれぐらいにしましょうか。エジプト料理の会でした。はい、ありがとうございました。はい。じゃあまた次回お楽しみにということで、東京の、お城研究室から失礼します。はい、また今度。